みなさんこんにちは、しょりちゃんのりみです。今回はシリアブブーダイソーです。で、買った1000円チャレンジしてきましたので紹介します。はい、1000円分ね、りみちゃんがね久々にねお買い物しました。はい、じゃあ何を買ったかね見せていただきましょう。はい、まず1つ目、まず4つ目、1つ目じゃん。のまんまグレープ。はい、これはね4つで100円でしたね。ねえ、あとでこれやろうよみんなで。そうだね。これ超酸っぱいんだよ。それ何味？そうだ。酸っぱいソーダのご用心。ご用心ね。ジンじゃないか。りみは。こっちがしょっぱいと思うよ。これ3個入ってんだよね。じゃあしーちゃんとママとりみでやる。しーちゃんよ、これ比較しよう。でもわかんないじゃん、どこに入ってるか。まあいいや。はい、はい、じゃあ次行きましょう。じゃん。はい。プーさんとペグレットのなんかの入れ物。かわいいね。プーさんとペグレット。どっかにこう吊る下げて。プーさんとティガーもあったんだけど、緑だったよね。ティガーはね赤にした。ペグレットにした。はーい、次にゃん。プーさんのなんかクリアケースみたいな、クリアバッグみたいな、筆箱にもなりそうじゃない？夏とかそういうの涼しげで可愛いかもよ。そこに筆記用具入れて学校持ってくの可愛いね。かわいい。でもシリアの手、ダイソー手すぐ分かる。あ、そうだね。これりみちゃんダイソーのじゃないって言われちゃうね。確かに。はい、じゃあ次でね。お、そう、これがこれで300円なんだよね。なんかこうその引き出しがそう、1個100円です。別売りなんです。別売りです。はい。可愛いよね、でもね。りみの机に合うかも。木のやつあったもんね。机に置くん、りみの。りみの机に置くん。どこに置くつもりで買ったの？あ、そこか。どこ？引き出しの中？え、上に置くの？何入れんの？まあいいや、それは後で考えましょう。はい、次にゃん。プーさんのタオル。はい、もうタオルはね学校にも持っていくのでね、結構100均で買うこと多いです。これ買った時りみの持ってるハンカチめっちゃあったよ。本当？で、次。はい、にゃん。あ、そうそうそう、これピヨコ、もう名前がついてますね。りみがピヨコとつけました。これもう1個あったけどね、このひよこちゃんにしました。ピヨコがおっきいよね。これかわいい。何入れようかね。かわいい。めっちゃかわいくない？映ってる？はい、次。ピヨコが中心になってるけどちょっとピヨコどいてもらった方がいいんじゃない？嫌なの。はい。りみの入れ。これなんだっけ、グリーメン。リトルグリーメンの後ろがね、マグネットになってんだよね、りみちゃん後ろ。ここがそう、こんなマグネットになってて、緑の入ってた。本当だ。りみちゃんね、歯が抜けただけど、それが3つぐらい今冷蔵庫に。マグネットで留めてあるんだよね、なぜかね。でもちゃんと綺麗にもちろん洗ってあるんだけど、一つ洗ってない。マジ？きた。ちょっとそれをそのね中に入れておこうかななんて思ったんでしょ。ママが考えた。そう、ママも考えたけどね。はい、次、ちょっとピオちゃん邪魔じゃない？邪魔じゃない。はい、じゃあ次。ピオコだ。あ、ピオコ。邪魔じゃない？はい。紙袋だね。かわいい。ピオコ邪魔。ピオコやっぱ邪魔だよ。かわいいよね、この紙袋ね。これはね、たまになんか荷物とかね持っていくときに学校とかでもね使えると思います。ピヨコ絶対いるのね。はい、これもね可愛かったね。以上です。以上。これで1000円分。ほよ、12345678910ほか。これで1000円分だ。もうプーさん製品が1234個で、グリーメンもいるからディズニー製品が5個か。5個ね。であとピヨコとお菓子とあとボックスだね。うん、うん、やっぱりみちゃんはプーさんだね。プーさん好きだね。これね、最初ね、うん、車にかけてね、うん、スマホ使わない時にここに入れようと。それもいいかもね。じゃあ今度車に持ってってかけられるところあるか見てみる？うん、うん、確かにりみちゃんね、すぐスマホね、車の中でね「なあれ？りみのスマホは？」ってなるんだよね。あ、いいじゃん。おやつボックスでもいいけど。はい、というわけで、はい、今回はですね、はい、セリアじゃないブブー大賞でのものを紹介しました。はい。次はボボイ。ねえ、しーちゃんのさ、どこ行ってさ、一緒やろう。どれ？いいよ。デッキ出版の。しーちゃんゲーム終わったかなと思う。終わってなくても食べさせる。悪魔だな。まあ。これにします。リミはどれ？なんか選んでよリミ。農家？ママを絶対酸っぱくさせる。ねえ、ちょっと待って。食べていい？いいよ。いい、いくよ。せーの。硬。うん？私美味しい。リミは酸っぱい？ママはなんかちょっと酸っぱい。でもってことじゃない。リミはちょっと酸っぱい。何これ。超酸っぱい。じゃあママかな。でもそんな超酸っぱいほどじゃなかったんだけど。マジ？超酸っぱいって書いてあるのに全然。りみちゃん美味しい？じゃあ一応これってママ？ママじゃない？酸っぱいならママじゃない。ちょっと酸っぱい。でも超ってほどじゃない。でもちょっと酸っぱい。マジ？じゃあママとリミのにあれかな、2つに入っちゃったのかな。だってこれ絶対超酸っぱくないよ。はい、ということで終了でございます。